サディア所属従順洋艦のポーラよ。あなたがこの艦隊の指揮官？そう、がっかりさせないでね。ザラ級従順の4番艦ポーラよ。従順の割には硬い装甲を持ってるから砲撃戦では有利に働けるの。機関としては私、もしかするとザラより適任かもしれないわよ。遅いじゃない、編隊演習がそろそろ始まるわよ。優しくて素敵なザラ、いつも引きつけられちゃうわ。条約、協定、そんな人の気持ちをわからないものなんて消えてしまえばいいのに。勇ましき者はどんな危険も恐れないわ。たとえ海をも巻き上げるほどの嵐相手だろうとね。単照灯に照らされる感じ、ちょっと不快だわ。綺麗なだけのレイピアじゃないわよ。ザラにも同じことをしてたの？任務をこなすモチベーションを保たなくちゃね。もしかして私からのご褒美でも期待してるの？任務をこなしたわね。そうそう、その調子。ご褒美のことは忘れてないわよ。そのまま期待していて。指揮官、本部からのメールよ。グズグズしてたら大事な情報を見逃すかもしれないわよ。おかえりなさい指揮官。楽しい土産話はあるの？こんな指揮官に必要なのは再教育ね。優しくて世話焼きのザラ、他の子からの誘いをきっぱり断れないの。本当に困っちゃうわ。指揮官、悩まずにやりたいことをやりなさい。雑魚は私が片付けてやるわ。ポーラとザラ、どっちの方が上？それは試してみないとわからないわよ。優しい指揮官、ザラと同じように心配になっちゃうわ。でも優しい指揮官だからこそ、私とザラは未来を託せるわ。委託組が戻ってきたわね。みんな頑張ったじゃない。あら、面白そうな変化ね。雑魚は身の程を知らないわね。MVP なんて当たり前じゃない。これ式の敵、マントを汚す塵にすらならないわよ。マントが汚れているじゃない。残念だわ。少し遊んでやるわ。砲塔が動かない。こんなタイミングで。私に選ばれた指揮官は、ずっと縛り付けられる覚悟をしないとね。契約、それでも喜んで結んでくれるのかしら。